どうもラグビー好きの古谷門下生の菅野です。今日は待ちに待ったリーグワン決勝戦ですね。はい、東芝ブレイブルーパス対東芝ブレイブルーパス対パナソニックワイルドナイツということで、はい、現在ハーフタイムなんですけれども、まあここまでがなんと東芝ブレイブルーパスが1トライ1ゴール、まあ、プラスペナルティーゴールの10点に対して、ワイルドナイツが、まあ、ペナルティーゴール2本で、まあここまでかなり、ワイルドナイツが、まあ、攻め入るところも多かったんですけれども、まあ、必死のディフェンスで耐え忍んで、まあ、4点リードということで、まあ、後半ワイルドナイツのこうメンバーの厚みも考えるとなかなかまだまだ分からないという展開だと思うんですけれども、まあ、前半終わったところで、はい、非常に面白い試合展開だなと思いました。今何対なんだっけ？今10対6ですね。はい、はい、試合会場も今ハーフタイム中なんですけれども、まあ、6万人近く、まあ、おそらく6万人超えてるんじゃないかなと思うぐらい、はい、満席の試合状況で、はい、素晴らしい試合を素晴らしいスタジアムで、見れていて、非常に後半も楽しみだなと思ってます。すごい興奮してます。はい、すごく興奮してます。なんといっても拍手持ってきましたのでこの後ハーフタイム中に2人で拍手を楽しみながら、この後の後半もおそらく激アツの展開だと思いますので、楽しみに、はい、観戦したいと思います。はい、じゃあこの後40分後どうなってるか楽しみにしてます。はい、皆さんどうも。どうもラグビー好きの古谷門下生の菅野です。はい、古谷です。いやー、試合終わりました。いやーすーごい、いやもう最後の最後まで劇的な試合でしたね。最後の最後、まあ、パナソニックワイルドナイツが、まあ、4点差を追いかける中で、まあ、ノーサイドが迫る局面で長田選手が、まあ、トライしたかに見えたんですけれども、まあ、それがその前のところで堀江選手に、まあ、スローフォワードがあったというところで、まあ、認められずノートライの判定となり、でそれが、まあ、79分38秒だったんですけれども、で、まあ、ただそこからもまだドラマがあったじゃないですか。まだ79分38秒でスクラムから東芝ボールのスクラムがリスタートになったところで院長推しの内田選手が、まあ、最後出てきましたと。で、まあ、そこで、まあ、本来であれば東芝のマイボールスクラムなのでそのまま終わると思ったんですけれども、そこで、まあ、その前のスローフォワードを捉えたとはいえ堀江選手が意地を見せつけるスクラムプッシュを見せて東芝のフォワードをコラプシングさせたんですよね。で、まあ、そのコラプシングから再開で東芝、すみません、パナソニックボールの、まあ、ラインアウトを堀江選手が入れて最後の逆転をかけたアタックになったんですけれども、それを、まあ、東芝がいわゆるジャッカルですよね、内川村選手だったと思うんですけども、まあ、しっかりジャッカルしてリリースのボールを誘って最終的には、まあ、そのまま4点差で東芝ブレイブルーパスの勝利ということで、本当に最後の1秒までわからない試合で素晴らしかったなと思います。すごかったね、興奮したのに。これで興奮しなかったらもうラグビーファンやってる意味ないんで、はい、それぐらい素晴らしい試合だったと思います。そんな素晴らしい試合を院長とご一緒できて本当に良かったです。本日はありがとうございました。レフリーも浪川さん、はい、そして最後内田選手に続き、はい、内田選手も出してもらえて、ね、まあ、僕らの見たかったものはもう全部見たかったっていう感じですね。東証のリッチー・モウンガ選手、人気が良かったですね。いやもうリッチー・モウンガ選手、本当に素晴らしい、優勝権威人として入ってきて、素晴らしいプレーでしたし、あとやっぱりもう、ナイカムラ選手ですよね。
そうだね、確かに。もう本日ももともと素晴らしい選手なんですけれども、もう素晴らしいの中での素晴らしいパフォーマンスで、優勝に導いて、はい、本当に最初から最後まですごい楽しい試合だったなと思います。とても良かった。延長戦には惜しくもならなかったけどね。はい、そうですね。最高でした。まだまだもっと見たいような試合だったんですけれども、本日のところは、東芝ブレイブルーパスが4点差の勝ちということで、リッチマイケル選手、学生時代含めて初めての日本一優勝ということで、はい、本当に楽しませてもらえる試合だったと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。両チームに拍手。